はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけれども、本日はですね、12月19日本日の、ボトダブル週刊 FP のレベマ紹介やっていきたいと思います。いや、今週は本当に激アツですね。ロナウド、デブライネ、コウチーネ、そしてサラーということで、いや、もうこの4人ですか、この4人だけでもかなり激アツだったんじゃないかなと思いますし、富安選手が来ましたね。ようやく富安選手来てくれたかなという感じなんですけども、富安選手も欲しいところかなと思います。ということでですね、一人ずつの能力値しっかり見ていきたいと思いますので、行きましょう。どうぞ。まずロナウドということで、まあロナウドは本当に言うことないぐらい強いんですけども、特に今回の FP になりましてですね、オフェンスセンス、そしてキック力、ジャンプがカンストということになっております。ジャンプだけですね、通常からカンストしていたんですが、今回もカンストということになっております。いや、この前の試合のあのジャンプ力えぐかったですね。肩使って飛んだのかなと思ったんですけど、純粋な垂直のジャンプで、いや本当にジャンプ力がえぐいなと思いましたけども、まあ中でもですね、ボルコンドリブルだったり、ここら辺もしっかり上がってますし、決定力の部分もですね、4つ上がって98なので、ここら辺はかなり強化できる部分なんじゃないかなと思います。で、今回のロナウドではですね、総合値は99ということで、惜しくも100はいかなかったですね。まあスキルですけども、もともと10個持ってますので追加スキルありませんが、エッジターンだったりヘッダーだったりね、シュート系もしっかり持っております。まあワンタッチシュートだったり、まあ本当にスキルも有能なもの持ってますし、能力値見てもですね、最強フォワードに間違いないんじゃないかなと思いますけども、前回の国 FP のロナウドと比較していきたいと思います。ご覧の通りですね、能力値自体はボールコントロールがマイナス3、代わりにフィジカルコンタクトがプラス3となっているんですけども、まあどうですかね、個人的にはフィジコの方が高いのがいいんじゃないかなと思ったりもしていましたが、総合値自体もですね、まあ見た目の部分で、総合値100と99なので、見た目の部分では前回の方が良かったんじゃないかなと思います。ただですね、ロナウドに関してはまあフィジカルコンタクトが高い方が個人的には良かったりしたんじゃないかなと思いますね。で、全てのロナウドと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、左の方が、ポトダブル週刊 FP の方になるんですけれども、右の方がクラブセレクションですね。まあクラブセレクションの方があまり能力値の上げ幅がないので、今回の、ロナウドの方がいいんじゃないかなと思ったりもしてましたが、まあこう見ると国 FP がやっぱり、能力値の上げ幅が一番でかいんじゃないかなと思ったりもしてました。総合値も100いきますしね、ここら辺は国 FP の、ものが一番能力値を上げられるんじゃないかなっていう予想ですね。で、続きまして、デブライネということで、デブライネもまた来ましたね。めちゃくちゃ強い能力持ってるんじゃないかなと思いますけども、特にオフェンスセンスと決定力の部分が4つずつ上がって94、92ということなので、ここら辺の得点能力はかなり上がってますし、めちゃくちゃ評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしていました。で、あとはグランダーパスがプラス3で99になったっていうところもかなり評価できる部分かなと思います。あとはそうですね、下の部分はプラス5ずつということなんですけども、まあ、特に、スタミナがプラス5で92ということになったっていうところはですね、かなり評価できる部分かなと思いますので、スタミナがね、80代か90代かっていうところかなりね、分かれてくるかなと思いますので、スタミナ92っていうところはね、評価できる部分なんじゃないかなと思います。で、総合値は95から97でプラス2ですね。で、デブラインでもですね、前回の FP と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、左の2つ、そして一番右が、週刊 FP の方になりまして、右から2つ目がクラブセレクションのものになるんですけども、ご覧の通りですね、パス系で見るとグラウンダーパスがカンストしているのが今回で、フライパスが完走しているのが、PS4 の方だけですね。9月26日のデブライネというところになってくるんですけども、得点能力に関しては決定力がですね、12月5日そして今回が92というところなので、個人的に得点能力が高い今回か、12月5日の、ものがいいんじゃないかなと思います。まああとですね、12月5日か、19日というところで、グラウンダーパスの部分ですよね、完走しているので、ここら辺は今回の方がいいんじゃないかなと思いますけども、より得点能力を上げているというところはですね、12月5日の部分はキック力が95なので、ミドルからのシュートというところも狙っていけるところかなと思います。で、続きまして、コウチーネということで、3人目もかなり激アツな選手をね、紹介させていただいているんですけども、ご覧の通りですね、オフェンスセンスが90で、決定力が86でプラス4になっているんですけれども、まあ、ここが今回のコウチーネがね、ちょっとネックな部分なんじゃないかなと思います。あとは、ボールコントロールがプラス1で99完走しておりますね、ドリブルが97、ボールキープ98というところで、フライパスもプラス4で91というところはかなり評価できる部分かなと思います。あとは、スピード瞬発も86、89で、ここら辺もしっかりあります。
ますし、カーブの部分ですよね、あの得点のあのゴールがあったのでカーブがプラス4で94ということになっております。でスタミナプラス1で86ということで、まあコーチーニョって言ったらコンアン5っていうところが一つネックな部分かなと思ったりもしていました。でスキルもですね、もともと10個持っていますので追加スキルありませんですけども、ダブルタッチだったりアシュラコントロール根幹だったりね、シュート系もしっかりありますし、ワンパスルーパスここら辺のスキルもかなり有能ですね。で前回のコーチーニョ、これはですね PS4 の方のみになるんですけども、9月26日のコーチーニョと比較していきたいと思います。オフェンスセンス、そしてキック力がマイナス3なんですが、決定力とカーブがプラス3ということになっておりまして、コントロールカーブだったりね、そこら辺がより狙いやすくなっているのが今回かなと思いますが、オフェンスセンス3下がっているんですけども、決定力3つ上がって80代後半まで乗せておりますので、個人的には今回のコーチーニョの方がいいんじゃないかなと思ったりもしていました。で前回のクラブセレクションのコーチーニョと比較していきたいと思いますが、オフェンスセンスがマイナス2されている以外はほとんどがプラスになっておりますので、個人的にはですね、これは週間 MP の方が強いんじゃないかなという印象ですね。で続きましてクルトワということで、クルトワ来ましたね。今回ゴールキーパー枠でクルトワということで、まあアシストを決めておりますし、来るんじゃないかなと予想もしておりましたが、クルトワということでですね、今回のクルトワは、キック力83、ジャンプ93、フィジカルコンタクト95ということで、やっぱりここら辺はかなり高いもの持ってますね。で GK センス以下のところでですけども、 GK センス、コラプシング、ディフレクティングが関数と、そしてキャッチングとクリアリングが96、98ですね。まあ GK センス以下はかなり強い能力値持ってますけども、ここですよね。クルトワといったらコンアン5っていうところが一つネックな部分かなと思います。まあコンアン6以上は欲しかったかなというところですね。で前回のクルトワと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、クラブセレクションのみの登場となりますので、12月19日の、今回のね週間 FP が初ということになるんですけども、ご覧の通りですね、ジャンプが一番高いですし、フィジカルコンタクトも、クラブセレクション3回目と、同率で一番高いということになっておりますけども、 GK センス以下がですね、全ての能力値かなり高いというところになってきますし、キャッチングはね最初のクルトワが一番いいんですけども、まあ、全体的に見ても今回の、ね、クルトワの方がいいんじゃないかなという感じですね。まあ、やっぱり週刊 FP の方がクラブセレクションよりは強いかなという印象かなと思います。で続きましてモハメド・サラということで、サラ来ましたね。ついに週刊 FP で登場ということで、意外と初登場になるんですけども、ご覧の通りですね、12月19日の部分ですけども、オフェンスセンス、ボルコンドリブル、ボールキープ、ここら辺もしっかり上がったという形になっております。そして決定力も4つ上がっているので、ここら辺がかなり評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしていました。で意外とスピード瞬発の、上げ幅はなくて97、98でスピードだけプラス1というような形になっております。でボディコントロール95、スタミナ89ということで、やっぱりここら辺もかなり高いですね。でコンアン7ということで、まあサラーはですねコンアン7というところはかなり評価できる部分かなと思いますし、めちゃくちゃ強くなってるんじゃないかなと思います。でサラーもですねスキルは10個持ってますので、追加スキルありませんですけども、ダブルタッチだったり根幹だったりシュート系も、しっかり持ってますので、かなり有能なスキル多いかなと思います。でクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、アプリの方はクラブセレクションに、真ん中のものになるんですけども、ご覧の通りですね、ドリブルがプラス3で今回のが一番高いですし、決定力の部分ですよね、91から94でプラス3となっておりますので、ここら辺はかなり今回のサラーが評価できる部分かなと思います。あとはクラブセレクション1の部分でですね、カーブが、プラス3で一番高いんで、コントロールカーブがより狙いやすいのは最初のサラーかなと思いますけども、全体的な能力値見ても今回のサラーが一番いいんじゃないかなという感じですね。で続きましてベンフィカの方からピッチ選手ということで、ピッチもかなり強い能力値持っているかなと思います。オフェンスセンス、決定力が4と7ずつ上がって86、87というところなんですけども、決定力がかなり上がったというところはかなり評価できる部分かなと思います。でボルコンドリブル、ボールキープの部分もですね、ドリブルがプラス8で96というところでかなり高くなりましたね。であとはパス系でグランドパス、フライパスともにプラス7、プラス4で99、95というところで、グランドパス完走しておりますし、かなりパスもつなげれる選手かなと思います。あとはそうですね、ボディコントロール93だったりスタミナ93ということなので、後半もしっかりやれるかなと思いますけども、唯一ディフェンスセンスがマイナス1で79となっております。で総合値は94でプラス6ですね。コンアン7というところもかなり評価できる部分かなと思いますけども、まあピッチ選手はですねかなりバランスの取れた能力値ですし、ボルコンドイブル、そしてパス系ですね、ここら辺がかなり高いので、ピッチ選手もかなり評価できる選手かなと思います。で続きましてフェイエノールトのベルフハース選手ということで、この選手も、個人的にかなり強いかなと思ったりもしてましたが、まあバランスを取れた能力値ですね、オフェンスセンスだったり決定力、ここら辺がかなり高くなっておりますし、特に決定力のプラス3というところはかなり評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしていました。でご覧の通りですけども、あとはプレースキック、カーブ、スピード瞬発もかなり高いですよね。でキック力92ということなので、ミドルからのシュートというところもかなり狙っていける部分かなと思います。であとは総合値は93でプラス6ですね。まあただ唯一コンアン5というところはね、
になる部分かなと思ったりもしていました。で続きましてパレーデス選手ということで、この選手は DMF の選手でめちゃくちゃ強い能力値かなと思いますけれども、ボルコンドリブルの部分で足元もしっかりありますし、パスもしっかりつなげれる選手かなと思います。まあ特に93、92というところはかなり高いもの持ってますよね。でプレースキックカーブが92、91ということなので、フリーキックもある程度任せられるかなというところかなというところと、キック力93だったりね、ここら辺もかなりフリーキックの部分、そしてミドルからのシュートというところも狙っていけるかなと思います。あとはコーン7というところもかなり評価できる部分ですよね。で総合値は91から95でプラス4ですけども、スキルもかなり有能なもの持ってますし、ワンパだったりスルーパス、ここら辺のスキルもかなり有能なもの持ってますよね。で続きまして冨安選手ということで、いや来てくれましたね冨安選手。いや個人的にこの選手狙っていきたいかなと思いますけども、いや上でね、ロナウドだったりコーチーニョだったりデブライネ、そしてサラーがいるので冨安選手狙っていきたいですけども、ちょっとね、目がくらむ部分もあるかなと思いますが、まあこの選手はですね、まずパス系が83、87でここら辺がかなり高いということになっておりますし、ヘディング91、ジャンプ91、フィジカルコンタクト96ということで、センターバックでかなりね跳ね返せる選手かなと思います。でスピード瞬発も84、83でかなり高いというところも、一つ評価できる部分かなと思いますね。でセンターバックの選手でディフェンスセンス、ボール出し、アグレッシブネスの部分も96、86、90ということで、ここら辺もしっかり、持っているかなと思いますし、コーン6というところもかなり評価できる部分ですよね。でスキルもヘッダーマンマーク、インターセプター、ここら辺のスキルかなり有能なもの持ってますし、ミキサイドバックででもですね、かなり、活躍してくれる選手かなと思います。プレイスタイルはビルドアップということで、個人的に冨安選手を一番に狙っていきたいかなというところかなと思います。で続きましてデミラル選手ということでですね、この選手もセンターバックの選手なんですけども、まずヘディング92、ジャンプ95、フィジカルコンタクト94ということで、ここら辺はかなり高いものを持っているかなと思いますね。でディフェンスセンス、ボール出し、アグレッシブネスの部分も94、92、84というところで、まあアグレッシブネスだけですね84なので、ここら辺90台欲しかったところかなと思いますけども、かなりディフェンス系の能力値も高いかなと思います。ただ唯一ねコーン14なので、ライブアップがない時期は少し、不安な部分もあるかなと思いますけども、まあ5か、まあ、6は欲しかったところかなと思いますね。で総合値はプラス7で94ということになっております。ということで本日ラストはですね、フリンポン選手ということで2回目の登場となっておりますけども、まあこの選手はまずですね、スピード瞬発の部分、88、90ということで、スピード瞬発かなり高いですし、あとはかなりバランスを取れた能力かなと思います。まあフリンポンも唯一コーン14というところが気になりますよね。で最初のフリンポン選手と比較していきたいと思いますが、肝心のスピード瞬発がマイナス3、マイナス3なので、ここら辺が少し痛かったかなと思いますけども、オフェンスプラス3だったりボルコンドリブル、ここら辺が上がっているというところはかなり評価できる部分かなと思います。まあただですね、他にめちゃくちゃ有能な選手いますので、若干フリンポン選手は外れ枠になってくるんじゃないかなという印象ですね。ということで本日はですね、12月19日本日からの、レベマ紹介やっていきましたけども、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんの当たりも教えてほしいですし、まあロナウド、デブライネ、そしてコーチーニョ、サラー、ここら辺の選手がかなり当たりの選手かなと思いますけどもね、冨安選手当たった方もぜひレベマにしていただきたいと思います。ということで本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では